여러분안녕하세요ゆうやんのカンドラニュースのお時間です。本日のラインナップはこちら。あのドラマの配信情報や韓国俳優の来日情報まで、今回も盛りだくさんな内容となっていますが、まずはこちらのニュースからお伝えいたします。国民の妹として絶大な人気を集める IU 様が9月17、18日の2日間3年ぶりとなる単独コンサート The Golden Hour オレンジの太陽の下でを開催されました。韓国の女性歌手で初めてオリンピック主競技場での開催ということで、情報解禁直後から一層話題を集めました。1日あたり6万人という巨大なキャパシティにもかかわらず、チケットは即完売。2日間で約13万人を動員する大成功。彼女のコンサートにはファンだけでなく多数の俳優たちが応援に駆けつけ注目を集めました。豪快ガールズで共演し、今ではアイユインナと呼ばれるほど仲がいいユインナ様は2日間共に参加。ドリームハイで共演して以降10年以上の友情関係を築くキムスヒョン様も両日訪れたことをインスタグラムのストーリーズを通して報告。レイ、花もゆる8人の王子たちで共演したイージュンギ様、カンハンナ様、ウーヒジン様はコンサート後それぞれが感謝や激高をインスタグラムに投稿し、変わらぬチーム愛を見せました。マイディアミスターで共演したキムヨンミン様、リュウ・アベル様、シン・ダムス様、クオン・ナラ様、映画ベイビーブローカーで共演したイージュヨン様、映画ドリームで共演するヤン・ヒョンミョン様も応援に駆けつけました。この他にも紹介しきれないほど大勢の著名人が集結し、その数は40名にも上ります。ファンだけでなく芸能人をも魅了する IU 様、今後の活躍に目が離せません。 SBS のメガヒット作ロマンドクターキムサブシーズン3の制作が決定しました。地方のみすぼらしいトルダム病院を舞台に、風変わりな天才医師キムサブと情熱的な若手医師が繰り広げる本物のドクターストーリーを描いた本作、最高視聴率は過去2シーズンともに 27% 台を記録。放送直後からシーズン3制作への要望が殺到し、ファン待望の実現となりました。シーズン1、2でキムサブを演じたハン・ソッキュ様が再びシーズン3も牽引し、アン・ヒョソプ様、イーソンギョン様もシーズン2に続き出演が確定しています。パワーアップして帰ってくる新シリーズに期待が高まりますね。ロマンドクターキムサブシーズン3は韓国で2023年上半期の放送に向けて撮影が開始される予定です。第74回エミー賞受賞式が9月12日アメリカロサンゼルスで行われ、ネットフリックスシリーズイカゲームの主演を務めたイージョンジェ様が主演男優賞を受賞されました。エミー賞はアメリカで放送された優れたテレビ番組に贈られる賞で、映画界におけるアカデミー賞、音楽界におけるグラミー賞に相当する最も権威のある賞の一つです。脚本と演出を務めたファン・ドンヒョク監督は監督賞を、少ない出番ながらもうつろな演技で印象を残したイ・ユミ様は女優ゲスト賞を受賞。これら3つの賞がアジア人、そして非英語圏作品に贈られることは初めてであったため歴史的快挙となりました。さらにイカゲームは視覚効果賞、スタントパフォーマンス賞、プロダクションデザイン賞も受賞し6冠を達成。この快挙に対しユン大統領は祝電を送り、イージョンジェ様にこれまでの作品を通して積み上げた卓越した演技力が花開いた結果と称賛。素晴らしい作品を誕生させたファン監督、出演俳優、制作スタッフの苦労に拍手すると祝福しました。シーズン2の制作もすでに決定しており、監督は最高の物語を用意するとコメント。今後も韓国コンテンツの快進撃に目が離せません。続いて10月の主要 VOD サービス配信情報をお伝えいたします。
韓国ドラマ独占タイトルを続々と配信しているディズニープラスが異例のコラボレーションで送る新ドラマを予告しています。ディズニープラスで配信されるチョンヘイン様、コウギョンピョ様主演のドラマコネクト。本作は死なない体を持つ新しい人種コネクトのドンスが臓器密売組織に拉致され片方の目を奪われた後、自分の目が連続殺人犯に移植されたことを知り、その殺人犯を追う物語。公開されたティーザー映像は、ドンスが屋上から飛び降り致命傷を負ったはずが、頭から得体の知れない触手が伸び、再び動き出す衝撃的なシーンからスタート。登場したジンソプというキャラに扮すコウギョンピョ様の強烈な存在感と、チョンヘイン様の意味深なフレーズで、この先起こる展開に関心を集めます。演出は映画クローズゼロ、着信ありなど日本の名作を世に送り出した三池崇史監督、制作は愛の不時着、ヴィンチェンツォなど韓国の名作を世に送り出したスタジオドラゴン。日本人の監督が韓国ドラマを演出するのは今回が初めてです。名監督と名俳優、そして安心のスタジオドラゴン、このコラボレーションがどんな相乗効果を生み出すのか、日韓ともに話題を呼んでいます。ドラマコネクトはディズニープラスで12月に配信予定です。ウヨンウ弁護士は天才肌で人気を集めたカンテオ様が9月20日に入隊されました。8月31日初のオンラインファンミーティング TikTok ステージコネクトスイーテオで国の召集を受け、9月20日に国防の義務を果たしに行くと自ら発表。入隊前日の19日にはインスタグラムで短髪を公開。多くの方々の応援と過分な愛に感謝します。元気に行ってきます。すぐに会いましょうとコメントを添えてファンに挨拶を残しました。チョンチュンブクとチョンピョン郡に位置する第37師団の新兵教育隊に入所し、基礎軍事訓練を終えた後18ヶ月間服務されます。除隊は2024年3月中旬頃を予定。無事に除隊され新しい作品でお目にかかれることを願うばかりです。シグナル、キングダムなどのキムウニ作家の最新作、 SBS 新ドラマアッキにキムテリ様、オジョンセ様、ホンギョン様の出演が決定しました。完璧かつ緻密なストーリーで興行と完成度を保証するジャンルものの大家、キムウニ作家の新作とのことで注目を集めるアッキ。気になる内容は5つの身体をめぐる謎の死の真相を暴くオカルトミステリースリラーで、アッキに取り憑かれた女とアッキが見える男の物語。さまざまな作品で新しいジャンルに挑戦し幅広い演技を披露してきたキムテリ様が演じるのは、アルバイトと勉強に励み数年間公務員試験の準備をしているクーサニョン。父の遺品を受け取った後、周囲で頻繁に起こる謎の死に巻き込まれ、徐々に違う姿に変わっていく自分を見つけるという役どころ。どんな役でも想像以上の演技を披露するオジョンセ様が演じるのは、資産家出身の民族学科教授ヨムヘさん。鬼と神が見える彼は偶然クサニョンを知り、幼い頃に目の前で母親を殺したアッキと対面することになります。注目株のホンギョン様が演じるのは、二人と絡み合い信じられない事件に巻き込まれていく協力犯罪捜査隊の経営イーホンセ。キムウニ作家のスリリングな新作ミステリーは、演技力を誇る俳優が合流し信頼できる完璧なラインナップと大きな評判を呼んでいます。ドラマアッキは韓国で2023年放送を目指して制作に突入する予定です。コロナ禍の規制緩和に伴って韓国俳優の来日情報が続々と届き続けています。今回も来日する俳優様をイベント開催日順にご紹介させていただきます。まずはユンシユン様、セイパン王キムタック、緑豆の花などに出演された彼の約3年ぶりとなるファンミーティングはなんと9回目。今回の開催は10月14日に東京、16日に大阪でファンの皆さんに楽しい時間をお届けする予定です。続いてチャン・グンソク様、8月にシングル「ビューティフル」をリリースし、日本でもテレビ番組に出演するなどして話題となったチャン・グンソク様、10月29日に1日限りのスペシャルイベント「Today One Day Only」が東京ガーデンシアターにて開催されます。6月に東京、7
7月に大阪で約4年半ぶりとなる来日ファンミーティングを開催し、ファンと感動の再会を果たしていましたが、今年3回目となる次回は昼公演でチャン・グンソク様のソロ、夜公演ではダンスミュージックユニットチーム H との2本立てと全く違うスタイルの公演が予定されています。たった1日だけの見逃せない機会になること間違いありませんね。続いてパクンビン様。ドラマウヨンウ弁護士は天才肌で主人公を演じたパクンビン様初のアジアファンミーティングツアーが決定。11月19日に東京府中の森芸術劇場ドリームホールで2022パクンビンアジアファンミーティングツアーウンビンノート敏感 in 東京が開催されます。初のアジアツアーはマニラを皮切りにバンコク、シンガポール、そして東京の4都市で実施。今回のツアーは海外ファンの方々と初めて会う場所となるため、大切な思い出の1ページを作れるよう準備しているとのこと。貴重なパクンビン様の初単独来日ファンミーティングをお見逃しなく。続いてキムセジョン様。ドラマ社内お見合いや悪霊狩猟団カウンターズなど、日本でも人気爆発中の彼女が初の単独来日ファンミーティングを開催します。11月11日に東京立川ステージガーデンでキムセジョンファーストアジアファンミーティング2022セジョンセサンダイアリー、来場者にはプレゼントとお見送りという嬉しい特典付き。これは何としてもチケットをゲットしないといけませんね。最後にイージョンソク様。11月21日と23日、大阪と東京にてファンミーティング開催というビッグニュースが飛び込んできました。9月にソウル市内で韓国でも4年ぶりとなるファンミーティングを開催したばかり。ファンたちの愛に応えるため計画に直接参加し、一緒に楽しめるファンミーティングを作るため心血を注いだといいます。除隊後復帰作であるドラマビッグマウスの大ヒットから日本での注目度は最高潮に達しているだけに、その期待は高まるばかり。会場や内容など詳細情報の発表が待たれます。局長の旦那パクソジュン様はいつ来日してくれるのでしょうか。韓流エンタメを日々お楽しみの皆様、ゆうやんの韓流エンタメ情報局のチャンネル登録はお済みですか？ツイッターでも最新情報は随時更新しておりますので、チャンネル登録、フォローよろしくお願いいたします。それではまた次回のガンドラニュースで。ありがとうございました。